右手難しいですか。重い。あ、じゃあ。ありがとうございます。はい。練習してはるんですか。練習して水増やした。ああ、増やせるようになってきたんですね。うん。それはあれですね。スプーンが持ちやすいんじゃなくて、あれですかね、野崎さんの調子がいいということなんですね。練習した成果が現れてるんじゃないですか。うん。練習してる。はい。練習してるから。出ないけど。うん。ボクボク。ああ、水ね。うん。なるほど。でこっちは出ないから。うん。早いですね。乗せてもらっていいですか。山さんどうですか、この後トイレ行かれます。じゃあ右手を使って、そうですそうです、引いだけ気をつけてくださいね。行きますよ。もしかしたらそこで焦げついちゃってるかもしれない。ちょっとずつダマになってきましたね。野崎さん、野崎さん、できる。持てた。ってことはそれちょっと飲めます？一口。すごい持ててる。お。おお、飲んだ、うん、口に含むことできた、うん、やりました野崎さん。
やったー、取ります。お、耐えれるか。おーおー、でもすごいすごい。もうさ、前水コップ溜まっていたらね、もう落としてましたもんね。おーすごい。お、おやさんも喜んでますね。やったー、できました。できました。いい。